チャチンコ動作の千秋です。今日はハイブリッドブローリストかな、眉毛の毛並みを整えて綺麗にしてくれるところに行ってきます。うん、ですよね、ハイブリッドブローリスト用に一から作ってもらって化粧品認可もされてるので、すごいパーマ液と同じような匂いするんですけど、する、めっちゃする。お肌に優しいものになってるので、ハイブリッドブローリストじゃなくて眉毛パーマとかのメニューでやってるところは、まつげのパーマ液を眉毛に使ったりとか、同じ毛だからって感じ。そうですね、それって結構眉毛ってカールさせてるわけじゃなくて、なんか髪の毛で言うと縮毛矯正みたいな感じなので、まつ毛はもうパーマじゃないですか、はい、くるってさせる、ね、そうで使用用途が違ってきたりして眉毛にすごい負担がかかっちゃうので、それを考慮して作られたクリームになってます。冷たいとか美術が終わりました。見てドゥルーン、めっちゃ眉毛綺麗じゃない。まあちょっとね、太いかな。いやでもね、このぐらい太い方が似合うって言われた。すごくない？眉毛ちょっとだけ変わるだけでこんなに印象が変わった。こんな感じで眉のヘアワックスなんとかリフト名前が全くわからない。でもね、それをやってみたの動画でした。でもね、眉毛がね綺麗になるだけでちょっと凛々しくなる感じがして、これすっぴんでもイケメンになっちゃったんじゃない。こんな感じで今日は動画を終わろうと思います。今日も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。